しよう。いややってまいりました。恋をしようということでね、はい、久々ですね。久々ですね、うん、前回あのプロフィール写真を街に繰り出して、はい、撮りましたけども、はい、季節も変わっちゃいましたけどね。そうですよ、一気に寒くなっちゃいましたね。本当半袖半ズボンで懐かしいぐらいですよ、はい、ですけどね、今日のねファッションもどうですか。ちょっとおしゃれなね、うん、あのままの、まあ、いつも通り普段こういう感じで僕は生活しますんで、うん、いやクソダサじゃねえか。どうなってんだよこれ。言うよ、この時期はこれでしょ。いやあの、うん、おしゃれダンス講師みたいな感じだけどさ。野球部の練習着ファッションみたいな感じでね、ちょっと室内練習のね、おしゃれに決めてみましたよ、はい、杉村さんちょっと、うん、僕はもう普段通りに。いや、あの舐めすぎだろ。撮影を舐めるな。起きたての。いやいや、彼が普段通りなら僕も普段通りで、ね。これはひどいわ。部屋着で出んじゃないよ。これはひどいわ。まあまあ、というわけでね、はい、プロフィールを、いよいよ作っていこうじゃないかと。そうですよ。いうことなので、写真も撮りましたし、撮りました。先生からいろいろ内容も教わったので、そうですね。早速、はい、プロフィール作成に、行きたいと思います。はい。というわけで、はい、プロフィールの方ができましたでしょうか。はい、入魂の作品ができました。できました、ええ、ここでまずいいねされるか重要なプロフィールですからね。そういうことですよね。じゃあ早速、はい、お披露目をザッキーの方からお願いしていいでしょうか。任せてください、はい、まあね、やっぱ先生の教えをおふんだんに盛り込んだプロフィール写真をね、いくつか選ばせていただきました。まあ、写真の方からじゃあいきましょうか、はい。まあ、まずはこちらですよね。 あの時撮ったね。そう、まずこれで一発目これが出てきて、はい、んこれどんな人なんだろう。はい、はい、まあ、女子は思いますよね。思いますね。次どんな写真あるの、はい、俺いやまた見てんじゃん。何この人。知りたいな。見るね。この人の素顔知りたいな、はい、そう思います。3枚目ドン。見てます。まだ見てるね。まだ見ますよ。見る人だね。どんな、何これ不思議な人だな。どうなんだろう。あれ見るね。まだ見てる。顔わかんないね。どういうことなんだろう。見たい。早く素顔見せて。素顔と。いやー、なるほどね。見ました。振った割には弱えかも。なんかストーリーあんのかなと思った。振った割には地味な顔出てきたけど。こんな感じ。あ、でもまだ1枚ある。え、何なんだろう。あ、かっこいい。あー、なるほどね。かっこいい。なるほど。あ、なるほどなるほど。おお、もうこういうことですよね。油断させといての、はい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 、そういうことの、まあ、写真はいいですね。いくつか撮ったこんで、まああとはプロフィール下の方に行けばプロフィールが、名前は新平で行くんですね。これね、新平で行きます。わかりました。ザッキーというのは隠すと。あ、もちろん新平ですから。新平ね、やめてください。わかりました。本当にね、教え通りまず芸人っていうのはね、そうです、言わないとね。言わず、まあそれこそ好きなものとか、うん、その結構長文で書いた方がいいよみたいな、ありました、先生が言ってたので、羅列しろと。羅列しました。こちらドン。すごい、あ、いいね。僕の興味のあることを、はい、とりあえず羅列、はい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 、ということですね。短歌、はいはいはい、おお、あんまりイメージないんですけど。あれ知りません。はい、僕7年前ぐらいにね、はい、ツイッターでちょこちょこたまに書いてる。7年前ぐらいからたまにやってるんですね。五七五七七でね、読んだりしてますから、ね、あ、でも結構書いてるね。どうですか、あ、いいんじゃない、うん、狭めの家とかも、狭めの家好きだもんだって俺。いや、お金ないから狭い家に住んでる。好きだから四畳半に住んでるって話ですよ。そりゃ物は言いようですな。そりゃそうでしょう、ね、あ、でも結構食いつくようなもの、うん、そうでしょう。銭湯と銭湯巡りっていうのを分けて書いた方がいいか。2の戦闘好きや、寄ってくるんじゃないかと思って、ね、あの、戦闘好きの男の人寄ってくる。あ、やばい。あ、それは友達作りたい人。それはちょっと違うんですけど。なるほど、ね、あ、でもいいね。うん、まあ、このもうちょっとあるはずなんですけどね。まあまあ、あ、ごめんなさい、サイクリングって、うん、ウーバーイーツですね。いやいやいや、サイクリングですよ。いや、嘘でしょそれ。何、サイクリングじゃないでしょあなたは。いやいや、僕サイクリングこういう気持ちでやってます。いや、あなた自転車乗ってでっかい荷物持ってるだけじゃない。ママチャリでやってますから。ママチャリ、ウーバーイーツじゃねえ。それサイクリング。あ、それをよくサイクリングって書くわけね。いや、僕はサイクリングと思ってやってるんで。あ、まあまあ、でも、うん、結構食いつくものありますね。どうでしょうかね。恋をしよう、最後それで締めると。これでやっぱ匂わせですよ。ああ、うん、でもいいんじゃない、犬猫とかね。そうそうそう、嘘ついてないですから、うん、写真もちょっと最後のやつが意外とかっこいいから、これ見えるんですよね。これあるかもしれませんね。これマジックですよ、あ、いいじゃないですか。クリスマスはもらいました。あ、もう2ヶ月後、もう2ヶ月後ですよね。もらっちゃう。すいません、
ハッピークリスマス。銭湯巡ってる。銭湯巡ってますね。これいつも通り。クリスマス。それはいつも通り。サイクリングした後、銭湯巡ってる。最高なんだよ。それ、ウーバーイーツ終わりのただの汗流しただけじゃないか。最高なんだ、あれが。ああ、なるほどね。こんな感じでしょうか。わかりました。さあ、続きまして、杉村淳さん。僕もやってみましょう。これはもうあれですね、はいはいはい、一緒に行ったね。これを一発目に行った。はい。ああ、まあまあちょっとおどけボーイみたいなね。はい、うん、で、一応、うん、まあ僕本当に今日初めて、うん、今登録したんですよ。はいはいはい。で、この顔だけだったら、うん、この痩せてるか太ってるかとかっていうのもちょっと気になるじゃないですか。なるほどだからちょっと全身の、写真を入れて、はい、こういう体型してますっていうので、はい、これですね。あ。ちょっと普通に自分のお気に入り写してんじゃないか。一番伸びてる伸びてる時の、まあまあ細めの男性ってことですね、はい、こういう体型してますよっていうので、はいはいはい、であとこれですね。あこっち来た、なるほどね、はい、あ厳選3枚。はい、僕はあの自分写ってる写真、うん、基本もうこの帽子でこの服なんで、はい、あんまり載せたら あの、はい、看板とチューしようとしてるやつ、絵描きとのチューのあ、じゃああれもちょっと追加してあれ入れた方がいいよ。あれ追加しておきます。あれ面白でさ入れてさ、はい、でプロフィールは書いてる、ね、まあ、順にしてるわけですね。あ、僕は順です、ね、ひらがなって。あ、これひらがなの意味は特にないです。でもなんか漢字だったら硬いかなと思って、ひらがなの柔らかさを出すみたいですか。なるほどね、33歳、はい、一発目にオタク出てますよ。こういうのもオタク、はい、お笑いより二つ目にちょっと匂わしてるねなるほどね、まあ、一応僕もまああの先生がその好きなもの羅列しろっていうのでバーって書いたんですけど、うん、まあ、ざっきの見たらまあ本当にこと細かく書いた方がいいのかな。いや、そうでしょう、はい、お酒、カラオケ、旅行、漫画、ドラマ、パチンコ、特撮、ピクサー、北海道、はい、特に仮面ライダーが大好きです、はい、羅列の中の最後に入れたわけですね特にって念押しみたいな、はい、はいはい、共通する話題で一緒にお酒でも飲みながら盛り上がりたいですね。これはどうだろうな。これなんか大学の安いサークルのさ、いやちょっとなんか勧誘文言みたいなモブ感がすごいんですよあ、いやでもですよ、うん、これ僕ほんと今始めたんですけど、はい、今これプロフィール書いて、うん、こうザッキーの待ってる間で、うん、急にいいねされました。え、いやいや、それはもうこの Tinder 側がすぐやめさせないようにするあれですよいいねされたの、もういいね9件ありました。12っすね。あら、これ課金したら見れる、見れる、ね、あ、なるほど。あ、女性のっぽいシルエットも何人か同じ写真じゃねえか。いやいや、これこんなもんね、これみんな通ってる道だから。あ、そういうこと。そう、これ登録した瞬間にもう5とか来てるんですよ。そんなわけないじゃないですか。この辺ちょっと桜、うん、桜はいないっていうね、あれがあったけど、言ってましたけど、ね、なるほどね。いや、これはね、みんなそうなんですよ。結局12来ましたっていう、うぬぼれてる、うぬぼれですよあなたはで、ここから例えば杉村さんがこれしてくれた人にいいねをしたらメッセージが送れるようになるってことですよね、うん、そうそう、お互いがいいですよ、お互いマッチした、ね、だからいいねとかも今しちゃった方がいいんじゃないの。ちょっと女性っぽいシルエットもありますけどね、見たいねこれちょっとね。うえ、こんなわかんのいいね押したね今、あ、押しまくってんじゃん面白いやろ俺でも女性だもんね。女性女性、これ来てる人、いや、これはランダムで出される人。これ顔を映しちゃダメだよね確かにやってるけど、まあまあ声だけでもこれで、あ、なるほどね。お、来た、見て、マッチしました。来た、マジで。全然やり方わかんないんだけど、これで、うん、あ、年齢確認が必要です。だって、あ、年齢も近い人じゃない？109キロ。いや、109キロ、これはですねっていうことでしょう。僕が思うに、僕もこういう経験あるんですよ、はいはい、めちゃくちゃ綺麗な人、はい、ただこれちょっと日本人じゃないっぽいな、ちょっとパッと見そんな感じしますよ、うん、ありますよね、はい、おそらくこれまあ海外の方で、はい、まあ LINE をしていけばなんか URL を貼られて、なるほど、
な業者でしょ。ああ、なるほどね。なるほど、そこの見極めも大事なんだ、ね。いや、わかんないですけどね。ああ、ね、はい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 。すみません、プロフィール変更ということで。いや、もうしますね。追加。追加らしいっすよ。何ちょっとなんか女の子の写真見てたら、うん、やっぱドライブって、うん、僕本職書くの忘れてたんで。忘れんなよお前本職。お前ドライバーだろ、うん、運転手なんだからさ、はい、君の本職。運転は誰よりもうまいんだよ。そこは本当に評価してるよ。本当にね、うん、そこだけは勝てないと思った。いやこれはね、杉村さん本当に安心感のあるドライバーをしてくれるからね。運転はね、うん、父親の影響でしょ。やっぱお父さんが長距離トラックのね、うん、運転手だから、ね、それも書けば父親が長距離トラックの運転手ですそれ引き合うのかお母ちゃんはワイルド系です書いたらいいんじゃないかな。で俺だけ家族紹介書いてるいや運転書いた方がいいよ。運転でドライブデートみたいな、ちょっと匂わすみたいな、うん、そうですね。運転して居酒屋行きましょう。いやモラルバカ。まあまあでもちょっと引きがあるやつをね。ドライブ運転随時追加していいんで。なるほどね、はい、お願いします。はいはいはい、ここから先は本当にいいねを来た時に、はい、まあお二人で判断して、はい、いいね仕返して、うん、マッチしてもうメッセージのやり取りと。もうこっからは個人戦ですよね。もうこっから個人戦なんで。よしよし。ちょっと、うん、あとはもうお二人の。はい、男としての魅力にかかってくるので、技量次第ってことね、はい、へーへーへー。なるほど。次この撮影をするときはぜひともマッチして合う三段をつけましたみたいな、ね、進展がありましたと、はいはい、いうことですな。そういうところでお会いしたいと思いますので、よっしゃ頑張ります。次回、はい、交互期待任せてください。